た。こんにちは、大和フィールドテスターの川村幸太郎です。今回はバス釣りを初めては見たけれどなかなか釣れないぞと、どうやって攻めたらいいかわからない、そう思っている方に向けて、どういったところにバスがついているのか、またそこに対してどういったルアーをどんな攻め方でアプローチしていったらいいのかということを、実際釣りをしながら紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見てください。バスはどこにでもいる魚ではありません。変化を好む魚です。でそういった変化にも多彩なシチュエーションがありまして、こういった目に見える障害物から目には見えない水中に沈んだものですとか地形の変化も含まれます。でそういった場所も大きく分けると2タイプありまして、一つはピンスポットと言われる一本の杭とか一つの水門とか比較的狭いものから、広く広がる石が点在している、そういったオープンエリアまであります。でそういった狭いところ広いところにそれぞれあったルアーの、種類ですとかもしくは使い方がありますので、この後釣りをしながら実際に場所に合ったルアーを使っていきたいと思います。ここはバス釣りにおいて一級場所です。流れ込みで、なぜいいかっていうと、この流れ出る水にバスの餌となる小魚やエビも集まることと、水が動いていることでバスの食い気も活性化されると。でさらに、例えば真夏のように降水量になった時に周りよりも冷たい水が出ていると、この周りだけバスが過ごしやすい適水温になっているといった場合もあります。逆に冬にあったかい水が出ていればそれもグッドですね。で、実際の釣り方なんですが、その時食べている餌に合わせるっていうことが、餌を食べに来るようなところなのでいいんですが、例えばこういったスピナーベイトなんかは、流れにも強くて、小魚をイミテートするにはいいと思います。で、ここはピンスポットではあるんですが、流れが及ぶ範囲は全体的に可能性があると思っていいので、こういった広範囲に探りやすいルアーでまずは周りから入っていってから間合いを詰めてピンスポットを丁寧に探るといった探り方を良くします。こういったピンスポットを探るのに向いている、スモールラバージグですとかダウンショットリグですとか、そういったライトリグを多用します。で流れの中にいる場合もあるんですが、見落とせないのが強く流れているところと、それを遮るところの境目あたりで、バスが餌を待ち伏せしていることもよくあります。あ、やっぱ小魚が群れがいます。魚集まりますね。で、今この本湖の水よりはやや濁った水が出ているんですが、それもチャンスになる場合があって、やや濁っているからこそバスの警戒心も薄れる、もしくはルアーを見抜きにくくなるということもあるので、濁っている水だからといって悪いわけではなく、でも逆に周りが濁っているとそこに綺麗な水が入っているとそれはそれで魚が集まっていく。で分かりやすいいい場所なんで、多くの人が攻めるんですけども、それでも餌とそれを狙ってのバスが立ち寄るところなんで、あるんだったらまず外せない場所なのと、あとは、ここのように常に勢いよく出てなくても雨の後で期間限定で水量が増すところなんかはその時だけ爆発力のあるスポットに変貌することもあります。この流れの中にバスが潜んでもいるんですけども、この流れを遮るこの角に待ち伏せしていることも多いんで、ここに立つ前にまずは足元を打ってから近づいてその周りを打つようにしてます。
こういった石積みもバスが好みます。まあ、リップラップっていう言い方をされるんですけども、中でもこういった大きめの岩で構成されていて隙間があるものの方がバスも入り込めるし、エビとかゴリといった餌たちも多く住み着くので、よりグッドです。こういった石積みで多用するルアーなんですが、怖いのが引っかかりです。で、引っかかりにくいスピナーベイトをこう軽く岩に当たる程度、中層なんかを泳がしてくるのもいいんですが、岩に当てながらタイトに泳がしていきたいという時に使うのがこういったクランクベイト、もしくはシャットプラグ、リップがついていて岩に挟まるのを回避しながら泳いできてくれるタイプ、そういったハードプラグで反応が得られないようであればバーム、ピンスポットではなくて横方向に引いていきたい場所なので、グラブですとかシャットテールタイプのワームを泳がせてくる、もしくはスプリットショットリグで、軽めのものであまり岩に入りすぎないように横方向に泳がしてくるのも有効です。でここなんかそうなんですが、目に見える部分から水中に続いているタイプは、この傾斜と水深からどのあたりまでこの岩が入っているかなっていうのを想像しながら、で岩に今当てながら来てるんですが、やり込んでいくとちょっと引っかかりそうだな、強く当たりすぎてるなっていうのを感じ取れるようになってくるはずです。でそうなったらクランクベイトやシャットのいいところは、フローティングタイプであれば巻くのを止めれば浮かせて回避できるというのもあります。ここは、あの水門の前に足があってあそこも狙うんですけど、こっち側も一見何もないようで、通称巾着って言われるんですけど、ネットにくるまれた石がずっと沈んでるのが、うっすらと見えるんですけど、この水中の沈み物も探っています。で今ローライト、いや鈍天なんでポッパースティーズポッパーですね。バスは意外と足元に潜んでます。足元を丁寧に釣るっていうのはおかっぱりでは特に重要になってくるんですけども、こういった一見何の変哲もないコンクリート護岸も狙います。で、特にこのように足元がえぐれているところはより幅広い影ができるのでバスが好みます。で、実際誘い方なんですけども、ピンスポットではなく同じ環境が長く続くことも多いので、テンポよく横方向に探れるこういったスピナーベイトですとかクランクベイト、シャットプラグなんかを投げては歩いてと効率よく誘える方法で食ってくればいいんですけども、バスの活性が低くて横方向の動きに追ってこれないようでしたら、ダウンショットリグのようなライトリグで丁寧に誘っていくのも有効な方法になります。いいサイズだ、でかい、やったー、ういすごい太鼓の音が来ました。護岸際スピナーベイト食う瞬間見えました。最高いった、おお。スピナーベイトってこう今みたいにするとワイヤーが変形しますので、必ず元の形に戻してから使ってください。こちらも代表的な突き場の一つであります橋脚、
で、この橋脚自体にバスが寄り添えるのもあるんですが、それとこの上の橋も相まっての大きな影を作り出していること、そして、川の流れとか、風によってできた水の動き、当たる面と避ける面があることで、その時のバスにとって居心地のいいところが存在すると。あとはこの橋脚だけじゃなくて、実は下にその土台がある場合ですとか、あとは流されてきた枝のようなものが絡まって天然の尾田のようになっていることもあるので、少し周りも意識して誘うと、それによって釣れることもあります。で、橋脚で多用するルアーなんですが、一つはスピナーベイト、縦のストラクチャーなので、上の方にいる場合もあれば下の方にいる場合もあると。で、スピナーベイトでしたら、着水してすぐに巻き始めれば上の方、下の方を誘いたいときには沈ませてから巻き始めることによって、そこの方まで、まあ任意のレンジを泳がせてこれるっていうところで重宝します。そしてこの橋脚を根元までタイトに誘いたいというときに多用するのがネコリグです。他のリグよりも、よりまっすぐ落ちる特性がありますので、際に落としたらフリーフォール、ラインをしっかりたるました状態で落とすことによって、落ちた先でも橋脚の根元から離れていないことというところで、ピンスポットで誘うのにとても向いているリグになります。一言に橋脚といっても、まあ、このように丸いタイプ、ね、それが2つ連なっているタイプですとか、細長いタイプあります。で、その形とか、あとは時間帯によって、影ができる向き、もしくは流れによって風向きによっても、水が当たる方向も違ったりしますと。で、それによってバスの居心地の良さも変わってくるので、一面だけじゃなくて立ち位置をずらしたりしながら、違う方向も入れ直してみるっていうことも、まあ、こういったちょっとね、規模の大きい障害物ですから大切になってきます。一見単調なコンクリート護岸なんですが、水中を見ると偏光グラス越しにこれぐらいの岩がずらーっと敷き詰められているのが見えます。で、こういった起伏のある沈み物もバスが好みます。で、餌となるエビとかゴリもよく住み着いてる。で、ピンスポットではなくて、長い距離なので巻いて効率よく探りたいというところで、今スピナーベイトつけてますが、鈍天なのでトップウォーターもいいかなと思えるんですけども、ちょっと波が当たってるんで、バスがルアーに気づきにくいかなっていうのもあるんで、スピナーベイト今つけてます。で、ここは目で見えるぐらい浅いので、まあ、スピナーベイト表層を巻いたりトップウォーターも良さそうなんですけども、これが深い場合、バスもこの石につくとなると深くなるので、クランクベイト巻いたり、あとは、まあ、ワーム系で単に探るのもいいと思います。バックハンド側の岸を釣るときなんかは、それに合わせてこうバックハンドキャスト覚えておくとよりスムーズに投げれますね。うわ、来た。お、なんか変な、うわ、スズキ、シーバスです。そうね、スズキです、シーバス。最近霞ヶ浦水系で増えてます。こういった杭もバスがつきます。ただ、高確率でバスがつく杭と、ほぼつかない杭とに分かれます。何が違うかというと、バスが好む杭は1本よりはこうやって2本が寄り添ってる、あとは、斜めに入っている、その方が影が大きくできますからね。あとは、隠れ杭って言われる偏光越しにうっすら見えるような杭も見つけたら、狙われにくい杭になるので、バスがついている可能性が高いと。もう一つ、地形の変化に刺さっている、駆け上がり沿いに刺さっているとか、何か近くに、障害物、他のブッシュとか何か地形の角とか、そういった立地条件のいいところに刺さっている杭もバスが好みます。複合的要素が
より多いほどいい杭ということになりますね。こういった杭に向いているルアーなんですが、縦に伸びるストラクチャーなので、そのどこにいるかわからないというところで、上から下まで任意の層を泳がせてこれるスピナーベイトはよく使います。あとはピンスポットでもあるので一点での誘いに立てるリグというところで、ダウンショットリグ、猫リグ、リーダーレスダウンショットリグも、向いているリグになります。こういった水生植物もバスは大好きです。で、特に代表的なのがこの葦で、岸際に生えているので浅いことが多いんですけども、中でも周りより深いところに生えている葦に、つきやすいのと、あとはデコボコした岸の形に生えているとなおよしで、それ以外には、水が当たってちょっと舌がえぐれてる場合もあるんですけども、もうそれは最高にいいです。で、それ以外にはこうちょっと倒れて水面に葉っぱがかぶさってるとか、そういった変化があるといい部分ですね。だからずっとひたすら続くときには、中でもその際立った変化を打っていくと効率がいいと思います。で、よく使うルアーなんですが、茎なんかが結構複雑に入ってることもあるので引っかかりにくいルアー、こういったスピナーベイト、ワームですとテキサスリグ、リーダーレスダウンショットリグあたりが、使いやすいと思います。はい、こういった植物、ブッシュカバーというんですが、バス大好きです。影を作ってくれて、水中で枝や根っこが複雑に入り組んでいて、隠れ家としても、そして、エビとかゴリといった餌となるものも好んで張り付いています。で、複雑に入り組んでいる分引っかかりやすいんですが、そこをキャストでうまく攻略していくっていうタイプの引き場になります。で、まず周りをスピナーベイトのような引っかかりにくいのがあれチェックしてから中へと打ち込んでいくっていうのもいいやり方なんですが、ここではその中を打っていく、釣り方を紹介したいと思います。で、引っかからずに、あとすり抜けがいいことということで、代表的なのがテキサスリグ、あとは、リーダーレスダウンショットもいいですし、ガード付きのラバージグも多用します。で、こういったヘビーカバーを打つときには引っかかりにくいリグを使うこと、テキサスリグ、ガード付きのラバージグのような、あとは引っかかりを恐れずに低い弾道で打ち抜くと、でそれによってスキッピングも生まれる。で、距離が近ければフリッピングがいいです。静かに正確に手返しよく最も打てるキャスト方法。このようにカバーが張り出しているところをオーバーハングって言うんですけども、下は影ができていて、で木の枝なんかも入り込んでればよりバスが好むんですけども、下が込み入ってればベイトタックルでやるべきなんですけども、ここは下はスカスカなんでスピニングとスキッピングでこうやって滑り込ませる。今曇天なんですけど、晴れてる日だとよりいいですね、影が生きるから。オーバーハングってこうどうしても、カバーと水面の隙間が狭いことが多いんで、このスキッピングっていうキャスト方法をベイトでもスピニングでも多用します。
可愛いサイズだ。これは抜き上げられるかな。よいしょ、くわ、来た。シンキングスイッシャーガストネードに来ました。あ、健康体、いいバス。今食ってきたのが、実はあそこにちょろっとなんか沈んでる横を通そうと思ったんですけど、まあ、その前に食ってきたんですけど、それ以外にも川がカーブしてるところに木がかぶさって影になっているっていう複合スポットで食ってきました。こういった小さな糸くずも捨てない。ではいかがだったでしょうか。場所に適したルアーと、そして釣り方を選んでいけるようになれば、バスはもっと釣れるようになります。そして今回紹介したのはあくまで一例です。他にももっといろんなルアーが効く場面、いろんなシチュエーションありますので、実際釣りをしながらその奥深さを探っていただければと思います。今回はありがとうございました。